はい、こんにちは、久保翔さん。はい、こんにちは。今日は、キリンが今出しているウイスキー、リクロの紹介をしていきたいなって思います。キリンにウイスキーがあったんですね。そうなんですよ。なんか今 CM とかでやってるらしいです。やってます。なんかよく見ます。あれはキリンですか。キリンが出しているウイスキー。なんかウイスキーってサントリーと日課しかないのかなって。僕も結構その印象があったんですけど、なんか今 CM でやってるらしい。へぇ、ちょっとテレビなんですけど。テレビないんですね。そうなんだ。じゃあこれがキリンのウイスキーの新商品。新商品。おお。まあ、これがちょっとね、なかなか調べると面白いものだったので、うん、まあ、実際ね、ちょっと中身の軽い紹介をして実際ちょっと飲んでみたいな。あ、これはレビューですね、今日。はい。まあ、いろいろ背景も知りたいですし。はい。これどんな感じなんですか。まあ、これはなんか富士の御殿場の蒸留所でまた作られたっていう。まあ、そんなこと言われても多分皆さん分からないと思うんですけど、まあ、これが皆さんが飲んでるウイスキーとの違いが2つありまして、はい、まず作られ方が違う、まあ、作り方が2つ違うんですけど、はい、まず1つ目がコタル熟成っていうのをやってますと。コタル熟成、はい、なんかどうやら普段皆さんが飲んでるウイスキーってもう簡単に言うとですよ、大きな樽でもう作って熟成させているものを、このキリンのリクっていうのはコタル、小さな樽で熟成させてるんですよ。ちっちゃいと何が違う。ちっちゃいと何が違うっていうと、中に入ってるお酒の部分がより樽に触れ合う時間が長くて、はい、あ、なるほど、味が濃厚だったりとか樽の香りがね、そう、樽の香りとかがより染み込まれてる。おうおうおう。で、もう一個がノンフィジルフィルタード製法っていうのがありまして、これはですね、普段皆さんが飲んでるウイスキーっていうのは冷却とかろ過をしっかりするんですね。その樽つくから瓶に移すまでの流れの話になるんですけど、はいはいはい、このリクに関してはそういうのを一切してないんですよ。冷却もしてないし、ろ過もしない。ろ過もしない。で、何がこれが変わってくるかっていうと、まあ、先ほどの、コタル熟成とも似てるんですけど、よりそのまま樽から樽に入ってた状態からより近い状態で飲めるっていう。ほー、なるほど。だからもう冷却とかろ過をすると味わいだったりとか香りがどんどん減っちゃうので、はい、それをより樽の状態に入っているものをそのまま瓶に移したものがこのキリンウイスキーリクになります。なんでわざわざじゃあ他のウイスキーは冷却してるんですか。知らんねえ。わかりました。よくわかんないです。でもなんかキリンはそういうこだわりが、なるほど、本来やる製法をすっ飛ばしてダイレクトにそのまま作ってるのがリクだと、はい、はい、またちょっと分かったらまたお知らせします。ちょっとその辺は僕の知識のなさがあれなんですけど。もう一度これ揉んでいただいてですね、揉んでいただいて、まあ、今日はねもう新商品ということで早速ちょっと味のレビューとかもしていきたいな。お、いいですね。で、今日はですね、普段こういうレビュー動画ウイスキーやるときってハイボールでやるんですけど、はい、今日はもうストレートで直で飲んでいきたいなって思います。で、今日もカメラマンを巻き込んで飲んでいきたいなって思うので。また飲むんですか。はい、ちょっと早速準備していきたいなと思います。はい、お願いします、はい、はい、じゃあ早速ストレートちょっと用意したんでスタッフと飲んでいきたいと思います。これハイボールと違ってもそのまま味わうわけですからね。そう、まあ、まずは香りを楽しんでいただいて、香りを最初からグイッていかないように。はい、はい、じゃあ乾杯。はい、どうも。あー、香りは強いですね。だいぶ香り強めですか。あー、結構もうすごいアルコールのグイッてくる、うん、でもなんかちょっとこうなんていうんですかね、こう嫌なアルコールの匂いというか、なんかちょっと芳醇な香りが。そうですね。じゃあ早速私もいただきます。うん、ちょっと久しぶりにストレートの方がね、急にでもこれ久保翔さんいつもハイボールでこう味わってるから、ストレートだともうなんかもう直で、そうですね、飲むとウイスキーのそのもののあれですけども、うわっはっはっは、この音がすっごい、すんごい、これもうレビューっていうかもうストレートきついなーとしか今のところ思ってないんですけど、でも多分これ多分このウイスキーだからこそこんなにグイっていきますよね。多分味とかも飛んでないから結構濃いめなんでしょうね。そうなんです。これ久保翔さん、これストレートもいいですけど、これどうです、味わい的に言えます、それとも一回ハイボールにします、これ。いや、もう大丈夫です。あ、いいですか。でも匂いはやっぱり一発目きますよね、グイって。すんごい香りがある。なんか飲んだ瞬間に鼻にツーンってくるような、うん、なんか嫌な匂いじゃなくて、うん、なんかそのウイスキー独特といいますか、なんか
まず一発目匂いに来る感じですね。いやでも美味しいですね。なんかこういいじゃないですか、華やかな味が。はい、しますし、ちょこっとほんと口に入れただけですごいこうまろやかな、まろやかな感じがします。で結局やっぱ日本人向けに作られてるから、やっぱり結構最初から濃いめで、あのそういう味わいとかもよりコクが強いといいますか、かなり強めで作ってて、ハイボールとか楽しめるようなものなのかな。ああそうかもしれないですね。そうですよね。だからこれまたハイボールで飲むと多分だいぶ違うと思うんですけど。そうですね、久保翔さんハイボールで飲んでますよ。だから飲ませたら、いやいやそんなことないんですけど、結構来てるんですけどデビューが続いてて。でも確かにこれハイボールで飲んだ方がちょっと味が薄まって、だいぶ、ものは多分そんなに濃いめですけど、あのそんなに後にクーってくる感じじゃないないですよね。だから多分結構ハイボールの人は最後スッキリめでグイグイいけるのかな。お、試してます。いや大丈夫です。そうですか。いや、まあでもだいぶ飲みやすいウイスキーに入るので。おー、キリンさん、キリンのウイスキーって聞いてちょっとどうなのかなっていうのは若干正直ありましたけどね。まあ値段もこれで1000円ちょっとは2000円もしない、1500円以下ぐらいで全然いいかな。そうなもんでした、はい、全然いいかな。うん、なんかこう新たなこう家飲みにこうちょっとこうコスパもいいですし、コスパもいいですし、量も 500ml なんで。あ、そっか、500、そうですよね。だからしかも普段いない形ですもんね。500って基本350か700って感じなので、結構いいんじゃないでしょうか。ちょうどいい、お求めやすいぐらいのその、はい、量と値段にする戦略もあるのかもしれないですよね。ああ、ちょっと思った以上に飲みやすくて、なるほど。これまたぜひ皆さん家飲みで、家飲みでぜひやってみて、たしなんでいただけたらと。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。